皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではテンセットのホワイトペーパーについて詳細を見ていきます。ぜひテンセットに興味を持った方や、テンセットホルダーだけど実はホワイトペーパーかし読んでないなという方がですね、ホワイトペーパーを読むときの参考になれば幸いです。今回は1番と2番について解説していきます。全財道について知りたい方は以前の動画をご覧ください。今回の内容ではテンセット自体の話というよりも、そもそもの仮想通貨市場全体やその背景にある技術について説明しています。ぜひ皆さんの理解の助けになるように、私なりに調べ情報を組み入れております。テンセットというプロジェクトを把握するために一つの考え方としてご参考いただければと思います。それでは始めていきましょう。まず CEO からのメッセージについて解説をしていきます。冒頭、私たちは他のスタートアップと異なる点では明確で具体的なビジネスビジョンを示していることですというふうに書いてあるように、テンセットが他の仮想通貨と意識的に自分たちは違うよと言っている点が、ビジョンを持っているという点と、このビジネスマインドを持っているというこの2点になります。なので基本的にその新しいスタートアップであったり、イノベーション促進であったり、新しいビジョンという世の中にないものを創出したりというような、次の目先を考えているというのがあるんですけど、それだけではなくて、具体的に足元の年間の貸借対照表であったりとか、投資家に具体的に恩恵を与える仕組みというのをしっかり考えるよというふうに言っています。で、なんでこんなことを言っているのかというと、以前の2017年、18年の仮想通貨バブルの崩壊も見た上で、ジョナサン代表の方が考えていた。で、詳細はですね、コインクラブさんのユースケさんとの対談の中でおっしゃっているんですけども、でその時に新しいスタートアップはほとんど残らなかった、潰れてしまったっていう背景を見てですね、そうならないように、このテンセットというプロジェクトに関して言うと、最初に資金調達したお金だけで管理するのではなくて、今後も自分たちで資金調達ができる仕組みを作るという観点と、またトークンについてもそれを発行する上限を設定することによって、このインフレーションを防ぐということを考えているのがあります。インフレーションって何かというとですね、通貨の場合だとそれを発行しすぎると結果として通貨の価値が下がってしまうというのがあります。なんでテンセットに当てはめると、テンセットのトークンを出しすぎるとテンセット自体の価値が下がってしまうというのがあるので、それを避けたいというところがあります。このようにテンセットが意識しているソリューションとしては、長期的にですね、持続可能なメカニズムとして利益を出す仕組みを作りたいというふうに考えているというのがあります。特に意識しているのがこの弱気市場、仮想通貨市場者が、今もちょっと近いかもしれないですけど、少し弱気になった時にそれに耐えられる仕組みというのを設計上そもそも対策を行っているという観点があります。で、じゃあどうやっているんですかということで言っているのが、最初に集めたこの ICO、 イニシャルコインオフリングで集めたこの資金調達したものをベースとして、まずはプロジェクトの収益性を取れる安定した企業への基盤に対して、配当を得るという仕組みを作りたいと言っています。実際にもうすでに行動としてやっているのは、例えば仮想通貨であると USDT、 テザーといったステーブルコインっていうのをそもそもですね、そういった物価が安定しているものに対して投資して、それに対する配当リターンをもらうという仕組みを作りたい。で、企業であるならば、そういった何十年にわたるプロセスの中で、会社が安定していて存在していて、そういった価格自体の変化というのも少ないものに対して投資するよ、でそれに対するリターンを得るという仕組みを作るよ、でそれを導き出していくために、チームとしては優秀なエコノミストであったり、そういったプログラマーというのをサポートしてチームを作っていきましょうというふうに言っています。補足としては、このエコノミストは伝統的な知識、株式における知識と同時に行動経済の専門家を採用しますよということで、行動経済学って何ですかというとですね、これは人間の心理学に基づいたところで、例えば今お金を得るのと後で得る場合、未来と現在でお金を得るということに対しての考え方であったりとか、その報酬をもらう場合と罰金を払わなければならないときは、人によってこの心というのが変化してその回答が変わるというのは、これは詳しくはゲーム理論もあるんですけども、そういった変化っていうのもちゃんと分かっている人が管理しますよと言っています。以上のようにこういった形で、テンセットは専門家がですね、長期的な運営を目指してデザインしているというところをちょっと強調しているというところがありました。続いてイントロダクションのページになります。ここでは大きく3つの話が出ていまして、メインとなるのは2つで、まず1つ目が仮想通貨市場についてです。現在の仮想通貨市場というのは2009年の1
ットコインの作戦によってもたらされたというのがあって、これが21世紀のソリューションとして代替金融システムになりうるという可能性を秘めています。代替金融システムってどういうことかというと、これまで既存の機関が行っていた役割、例えば銀行の役割というのを別の代わりとして行うことができる可能性があると考えられています。これまで銀行にアクセスすることができなかった方、例えばアフリカの方であったりとか東南アジアとか南米の一部の方ではそういった問題を抱えていて、それを解決する手段になりうる可能性というのはこの仮想通貨市場が秘めています。実際にはこのようにビットコインから始まった仮想通貨市場というのがどんどんエコシステムを強化していって、今現在でもですね、何千もの広告というのが書いてあるんですけれども、コインマーケットキャップを見ると2021年6月の現在だと例えば5300のトークンが今生まれているというのがあります。でこの仮想通貨市場の今規模感として、テストが出た頃というのはビットコインがこの1兆ドル、100兆円ぐらいの規模感になっているというのがあったんです。今現在少し下がって70兆ぐらい経っているんですけれども、仮想通貨市場自体が今100兆円ぐらいの、100兆円前後の規模感があるという時に、従来の株式市場の場合、この2020年の間だと株式の全世界の総額ですねが大体今6000から8000兆円というふうに言われています。これはニューヨーク証券市場とかそういったものを足し合わせたものなんですけど、と比べてみると仮想通貨にはまだまだ可能性があるんじゃないかというところが規模として考えられています。で、この仮想通貨市場を支えているものがその2番目の話となるこのブロックチェーンテクノロジーになります。ブロックチェーンテクノロジーって何ですかというとですね、複数のコンピューター同士が一つのデータベースの中でデータを管理し合うという仕組みになっていて、その中でデータを改ざんすることを防止したりして安全に情報を守ることができる、またそこをその中央集権的な管理者がいない状態で守れる仕組みを作るという話になります。でこの技術を応用することによって日常のあらゆる分野でもこれを応用することができる可能性があるんじゃないかというふうに考えられています。例えば具体例で今スマート不動産っていうのが例えばあったりするんですけれども、不動産の権利の所在というのはこれまで曖昧だったものに対して、こういったブロックチェーン技術を正しく使うことができたとしたら、その不動産の価値を正しく証明することができる、これまで誰が管理していたのかっていうのをデータとして記録することができることで透明化させ、またこの仲介の役割というのを果たすことによってその分人件費を削減してコスト削減を行うことができる可能性があったりします。また健康管理の分野であるならば、例えばこれまで個々の病院が持っていた患者のデータというものをですね、一つのデータベースの中でブロックチェーン技術を通して管理することができる、また機密性の高い情報なので、それをですね、プライバシーなど高い情報セキュリティが求められているものに対して応用させることによって、このデータというのが個々の今までバラバラに管理していた情報を一つに統合させて管理することができることで、今後を活かせるんじゃないかという可能性が考えられています。もちろんですね、このブロックチェーンのテクノロジーというのは一つのブレイクスルーとして大きいものなんですけど、まだまだ成長途中というものがあって、例えば現状ではスケーラビリティの問題、その容量ですね、その処理するものを管理する大きさというものに今一つ壁があったりするので、例えば医療の分野だとそういったゲノム解析するととか CT スキャンとかするとそのデータが 何ギガバイトっていうようなデータの容量があったりするので、それを処理するだけの側面というのはまだまだ足りなかったりするので、ここは引き続きこの成長を秘めている可能性のある市場ということになっています。でそれらに対して3番目にテンセット社はじゃあどうするんですかということで、ゴールとして暗号通貨、仮想通貨市場というものに対して投資家のリスクを削減すること、そしてその利益を最大化するためのソリューションを作ろうとするということで、これまでにない新しい取り組みをやろうとしているという背景があります。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。